いやいや、こちらから映したら、これは大丈夫、向こうからは映るんじゃない、映るでしょ、真横からだったら多分でしょ、映るでしょ、縦で撮りましょうね、うん、はい、撮ります、はい、チーズ、はい、ありがとうございます。はい、ああ、なるほどね。ゲストさんの今日は高橋会長がゲストなんですか。あなたがゲスト、俺がゲストめっちゃビシッとした番組だからこれ、藤村の頭か、頭な、なんかなと思ったこっちで、こっちでキャストしてるんです。FM ギノアをお聞きの皆さん、こんにちは。時刻は午後4時を回りました。この時間は FM ギノアよりアツコの知らない世界をお届けします。今日担当しますのは FM ギノアスタッフの今西恵と、ギノア市観光振興協会高安と琉球海援祭事務局の藤村でございます、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。暑いよ。もうすでに暑いです、はい、今日はね、ビーチからお届けしておりますよ、はい、うん、はい、宜野湾トロピカルビーチの皆さん、こんにちは。こんにちは。声聞こえます。こんにちは。ありがとうございます。あのこの天気でやられてる頭めちゃくちゃ暑いですからね。あと、もう今日は水着ビーチに見とれております、はい、そうですね。やっぱいいですよ、ここいいですね、はい、ビーチからの放送、うん、最高だよね。最高ですね。今日も住みたいね。住みたい。ビーチに住みます。はい。お姉さん、どちらからいらっしゃるんですか。聞こえてるんだ。聞こえてるんですか。手振ってください。遊びに来ませんか。あ、行っちゃった。行っちゃった。はい、じゃあ進めますね。あつこの知らない世界ですが、宜野湾市に関わることすべてをご紹介していきます。宜野湾市の観光情報や横浜 DeNA ベイスターズコーナー、ディープな情報、時にはゲストさんを呼んだりしてお送りしていきます。この番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスは797@fmginowan.com です。また FM ギノワンではユーストリームで映像と音声をネット配信しています。 FM ギノワンのホームページから見ることができますので、そちらもお楽しみください。あとツイキャスの方も連動しておりますので、たくさんツイートしてください。スマホでお聞きの場合はフォローアプリ1分ラジオで聞いてください。この番組は一般社団法人ギノワン市観光振興協会の提供でお送りします。それではここで1曲お届けします。じゃあ1曲目はどれにしましょう。はい、まあ、今日はあもうビーチということで夏をテーマに、あのリクエストというかそうです、ね、かけたいと思います。はい、はい、何にしましょうか。何にします。夏、松田聖子にします。松田聖子いいですね、はい、小麦色のマーメイド。はい、忘れてたよ。今はじゃあ外には曲が流れてるんですよね。流れてます。あ、このお姉ちゃんいいわ。邪魔でお姉ちゃんが見えない。アワフェスの主催者です、彼が。あ、アワフェスの主催者です。あ、主催者さんなんですか。はい、ウォーターバブルフェスティバル。コロナフェス行ったんですか。行きましたよ、入ってました。私も行きました。お仕事でやってました。あ、仕事でやってました。はいよ、はいよ、疲れ。みんな黒いな。真っ黒ですね。バカ野郎。アスファルトが動いてるみたいな感じだな。アスファルト。今日はじゃあガンガン PR していくんで。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。
土曜日の告知もするんですか。あ、どうぞ。誰も見せてくれない。じゃあお前がハイチーズとかなんか言えばいい。振りもないし。こっちなんかあるじゃないですか。あのスタジオを観覧できるようになんかベンチとかあった方がいいかもしれないですね。ちょっとくつろぎスペースで。くつろぎスペース。そうそう。そしたらね、ラジオも聞いてくれる人もいるかもしれないし。改めて聞くといい歌だな、これな。一曲です。めっちゃこれビーチに当たってるな、このかな。あ、これヘッドホンしないけど全然聞こえないよ。いいな。そうか、お前には聞こえてないんだ。そうなんですよ。かすかに、かすかになんか流れてるの。あれは多分今、中国系だな。中国系の方って日焼けしないんだよね、しないようにする人多いよ。そうですね。そうですよね、やっぱかぶったりしてますよね。そうなんですね、うん、全身マスクみたいなのかぶったりして日差しに弱いんじゃないですか。弱いと思うよ。結構塗りたくってる人もいるし。完全に長袖です。あの今イロハス飲んでるだろ。はい。イロハスって面白いよな。いいんですか。あれコンビニなんかで売ってるんだけど、うん、イロハスの普通のペットボトルが110円で売ってるわけ、はい、あれ2リットルが100円なんだよ。え、なるほど。あ、そうですよね、うん、そうだそう、2リットルが安いですよ。そうそうそう。え、なんでですか。分からん。不思議ですよね。もう不思議。2リットルの方が先日のマムチェリはいろいろありがとうございました。そうでした。告知もさせていただいて、一応あのまあまあの形になって、うん、新聞で見ましたよ。あ、見ました。はい、新聞がめっちゃ上がってました。すごい、結構大きくなってました。300名ぐらい参加ですね、今回。で、来年もやることができます。で、今度は富士大会11月。考えてみたらイベントばっかりだ。イベントばっかり。毎日イベントぐらい。でも3週連続ぐらいいます。ビーチですよ。ビーチの週。毎週。なんかもう聞き入ってる。ツイキャスの声もこれ聞こえるんですか。はい。ああ、そうなんですね。ツイキャスちょっと固まってますけど。あ、音声だけは分かれてて。じゃあ、先輩方に差し、あ、大丈夫ね。あ、待ってよ。大丈夫だよ。開けたぞ、今開けたぞ。だからここだから今。はい、コーナー始まりました。はい、あれですね、いつもとは、いつもピーコがピーコなんですけども、はい、今日はめぐみさん。はい、今日はめぐがお届けします。あ、いいですね。ピーコの場合はちょっと
あの、にゃっとしてるけどね、あの、トークが。あれ天然だからね。天然ですからね。うん、あれ天然だよね。ご了承ください。びっくりするぐらい天然だよな。はい。ぶっ飛んでるんで。ねえ。はい、あれ放送事故だよね、あれだけ。犬さんの爆弾娘なんですよ、ね。そうだよね。あ、でも、メグ、はい、名前変えよう。何する？夏子にしよう。もうこの夏子にしよう、夏子。どこにも夏入ってない。いや、夏子にしましょう。うん、なイメージが夏だよね。はい、夏生まれです。でしょ？はい、夏。夏生まれです。夏、うん。もしくは夏子。夏子で。夏子で。なっちゃんとかでもいいんじゃないですか。なっちゃん、いいね。なっちゃんとか可愛いですね。なっちゃん可愛いね。いいね。じゃあ、なっちゃんでいこうか。さっきね、この前見てると、はい、いろんな人とね、このビーチに来てるよね。いろんな方。あの、まあ、親子連れ、まあ、友達同士で、あとインバウンドの影響でね、すごいあの観光客も結構見えますよね。一目で分かるよね、あの色の白さで、うん、あ、これ県外から来てるねっていうね。で、あと県内から来てるのは必ず、T シャツのままね、海にね、そうですね。だと沖縄独特の言い回しがあるんだよね。今年海で泳いだじゃないんじゃない、今年海入ったっていうからね。海入ったって言いますね。そうだよね、沖縄の人は海で泳ぐって言わないんだよね。そうそうそう、海入った、海入ったって言うんだよね。あの沖縄の人って意外と泳げない人が多いんだよね。あ、確かにそうですね。海ってあのビーチパーティーするために来るってね。そう言いますよね。そうなんだよね、正確にはビーチパーティーなんだけど、ね、ビーチパーティービーチパーティーなんだけど、はい、あのもともと海が当たり前にあるもんだから、はい、海のありがたさっていうのはあまりわからないんだよね。近くにあるからわからない。だから藤村君もそうだけど、はい、あ、そっか、ごめん。例えが俺が、本当は彼女もいつーっとそばにいるからわからないけど、離れてみて、彼女のありがたさがわかるっていうような例えをしようと思ったんだけど、藤村君、彼女いないんだよな。いないんだよね。びっくりしましたよ。だから、そんな、なので、結局海があるから泳げるっていうようなイメージがあるんだけど、実際あの僕らが小学校の時なんか、はい、プールなんかなかったし、学校にも で水泳の時間っていうのがないんで、水泳を教わったことがないのよ。だから結構金槌の方が多いですね。最近はね、学校にもちゃんと小学校中学校高校とあのプールができてね、はい、あるんで、僕は高校の時からかな、プールができたのは。この時からなんですね。そうなの、うん、だから、まあ、僕らは強制的に海に投げ入れられて、はい、まあ、精子をかけて泳ぎを覚えたみたいな感じがあるんで、あの割と ね、でもなかなか海って入らないね。ビーチパーティーで砂浜までは行くんだけども、なかなか ね、入らないね。で、皆さんこれなん、ユーストリームだっけ、映像見れるのは。ツイキャスですね。ツイキャス、はい。このね、藤村の顔を映してほしいんですけど、藤村なんか顔アップで映してほら、うん、見えてるんじゃん。あの、この額の狭さ、世界一でしょ。額の狭さだったんですか、世界一って。猫の額よりちっちゃいよ、絶対。猫の額より